マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対東京ヤクルトスワローズ、この一戦をお送りいたします。カープの先発は右の大瀬良、対するスワローズの先発は左の高橋、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。右の大瀬良マウンドに上がります。期待しましょう。注目の投球です。まずは1回の表、トップバッターは塩見。次が4球目、投げた、おっと打ちました、抜けた、塩見ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。左バッターボックスは2番西川。第1球投げた、ボール、まずは内角低め。さあ、次の投球、投げました、真ん中見逃してストライク。第3球ボール。第4球を投げました、バントしました、ピッチャーの左へ転がした、取った、ピッチャーから一塁送球、一塁アウト、これはアウトです。ランナー二塁に進みました。カープ先制のピンチを迎えます。第5球投げました、打ちました、サード左への打球、アウト、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。バッターは4番村上。第1球投げました、初球を打った、打球はセンター浅いところ掴んで、これで3アウトになります。先ほどのプレーです。大瀬良ワンアウト2塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。カープ立ち上がりを無得点に抑えています。2回の表、1点を追いかけますスワローズの攻撃、先頭バッターはサンタナ。さあ、ラストボール、投げました、アウトロー、空振り三振、バッターは6番中村。第3球インコース引っ張った、三遊間抜いていった、中村いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから同点のランナーが出ました。バッターは7番長岡。さあ、投球は5球目、投げた、打ちました、菊池掴んだ、セカンドフォースアウト、一塁送球、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。さあ、リプレイです。2回の表が終わって1対0か、1点リードは変わりません。か、リードで迎える2回です。バッター久保、背番号56。第1球投げた、初球打って出た、センター交代、ダイレクトで当たった、久保2塁を狙う、久保ツーベースヒットを放ちました。バッターはピッチャー大瀬良。第1球投げた、初球サークルチェンジ、空振り。第2球投げた、ボール、外角低め。第3球を投げた、打ちました、ファースト前方のフライになりました、ファースト落下点、取って、これで3アウトチェンジか。2アウト2塁のチャンスでしたが、得点には至りません。2回の裏が終わりまして1対0です。3回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは竹岡。次は5球目、投げました、スプリット、空振り三振、バッターはピッチャー高橋。さあ、5球目、打った、打球はライト右へ、ライトバックしていった、ヒット、高橋一塁回って二塁へ、高橋いいバッティングを見せました。カープ同点のピンチを迎えます。先ほどヒットを放っている塩見、ひときわ大きな声援が聞こえます。第2球インコースのボール右へ、ライトの右、ライト線ヒットになります。二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む、カ
カープ追いつかれました。1対1塩見タイムリーツーベース。カープなおもピンチが続きます。今の同点のシーンリプレイでご覧ください。ワンアウトランナー二塁という場面で西川、次は5球目投げました。打った、ファースト左横のフライになりました。掴みました。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。バッターは3番オスナ。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球打ったに当たりだ、右中間へのフライ、ワンバウンドヒットになる。カープリードを奪われました。2対1中継、オスナタイムリーツーベースヒット。カープなおもピンチが続きます。今の勝ち越しのシーンリプレイでご覧ください。さあ、ツーアウトランナー二塁という場面で村上、第1打席はセンターフライに倒れています。第6球を投げました、流し打ち、三塁線破った、二塁ランナーそのままホームへ向かった。スワローズさらに1点追加、3対1、村上タイムリーツーベース。カープなおもピンチが続きます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは5番サンタナ。第6球を投げました、打ちました、内野ゴロ、堂林ボールを掴んだ、堂林一塁踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって3対1カープ、この回逆転を許しています。ゲームは中盤4回に入ります。トップバッターは中村、第5球投げた、打ちました、小園ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは7番長岡、第3球を投げた、打ちました、小園取った、一塁送球アウト、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは8番竹岡、今日2度目のバッターボックス、次は5球目、空振り三振、大瀬良最後は見逃し三振に仕留めました。4回の表が終わって3対2です。カープ追う展開で迎える4回です。ワンアウトランナーなしという場面で久保投げた、ボール、第2球投げた、ストレートはボール、5球は3球目投げた、打った、強い当たり、入れば同点だ、打球はホームランだ、ホームラン、同点ホームラン、左中間スタンドへ突き刺さった、狙っていたでしょうか、完璧に捉えました。スタンドからの祈りが活力となりました。久保一振りで同点、チームメイトが迎えます。同点の場面映像でご覧いただきましょう。スワローズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー高橋、投げました、あっと引っ掛けた、ふらふらっと上がった、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って塩見、投球はこれから3球目、打った、セカンド左へのゴロ、菊池ボールを取る、一塁へ送る、アウト、これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスには西川、これが3度目のバッターボックス。さあ投球は5球目、投げました、打った、痛烈な当たり、抜けた、西川ナイスバッティングです。さあツーアウトから勝ち越しのランナーが出ました。リプレイをご覧ください。バッターは3番オスナ、今日3打席目、第1球ランナースタートを切った、投球ボール、ボールを二塁へ送った、判定はセーフ、盗塁を許します。先ほどのプレーです。第2球インコース、ボール、第3球ストライク、追い込んでから投げました、打ちました、ピッチャーがっちり取って、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。
大瀬良2アウト2塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。5回の表が終わって3対3です。ゲームはこれから後半6回に入ります。この回のトップバッターは村上。次は5球目。投げました。内角高め、空振り三振。バッターは5番サンタナ。今日は三振とファーストゴロ。第9、初球から打ってった。センターへのフライだ。センター落下点、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番中村。次は5球目。投げました。打った。センター方向に持っていきましたが、取りました。これで3アウト。カープ後半戦幸先の良いスタートを切りました。6回の表が終わって3対3です。6回の裏、これからカープの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは久保。投げた。外角高め、外れてボール。第2球、投げた。2球目ストライク。第3球を投げた。スプリットはボール。第4球を投げた。打ちました。いい当たり、ライナー破った。久保いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。大西降板、左の香山、今日3人目のピッチャーとして登板です。今日は配球にも注目したいと思います。代打は秋山。第9、サークルチェンジはボール。一塁牽制球を送ります。タッチアウト、牽制決まりました。ワンアウトランナーなくなりました。リプレイをご覧ください。大瀬良降板、右の矢崎、今日2番手としてマウンドに上がります。スワローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは長岡。今日はセカンドへの併殺。空振り三振。左バッターボックスは8番竹岡。ここまで2打席連続三振。打った、これは強烈、入れば勝ち越しだ。伸びた、伸び、見送った。ホームラン、ソロホームラン。白球は無情にもライトスタンドへ。スワローズ勝ち越し、4対3。今チームメイトが迎えます。勝ち越しの場面、映像でご覧いただきましょう。バッターは代打川端。投げました。打ったいい当たりだ。抜けた。川端ナイスバッティングです。先ほどのプレーです。打順は1番に帰って塩見。第5球、投げました。打ちました。上本掴んだ。サードから二塁送球。二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。矢崎降板、マウンドに上がったのは島内。今日3番手としてマウンドに上がります。スワローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。同点で迎える8回です。バッターは北村。第4球、打ちました。ピッチャー返し、抜けた。北村いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。スワローズダイソー投入です。俊足の丸山、一塁に入りました。バッターは3番オスナ。ゲッツーだけは避けたいところ。第9、丸山スタート、外れた。キャッチャー二塁、これは悠々セーフ、盗塁を許します。リプレイをご覧ください。カープ外野は浅めの守備を取ります。投げました。打った、痛烈な当たり。セカンドから一塁送球、アウト。カープなおもピンチが続きます。バッターは4番村上。大きな声援が届いています。第8球を内角、空振り三振。インコースの変化球でスイングアウトを取りました。先ほどのプレーです。バッターは5番サンタナ。第6球を投げました。高め、空振り三振。三振に切って取りました。さあリプレーです。
ここはピッチャーに軍配が上がりました。8回の表が終わって4対4です。8回の裏、これからカープの攻撃に入ります。トップバッターは久保。スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。あっと、いった、入った、入った、ホームラン、ソロホームラン、久保今日これが2本目のホームラン。ストレートを完璧に捉えました。ファン待望のアーチ、カープ勝ち越し、5対4。チームメイトが迎えます。リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。島内降板、右の栗林、今日4人目のピッチャーとして登板です。どういった立ち上がりを見せるか。いよいよ最終回を迎えました。打ちました、いい当たり、あっと右中間、どうだ、ヒットになります。ボールが点々と転がっている。中村一気に二塁へ、中継、中村ツーベース。バッターは7番長岡、今日はここまで3打数ノーヒット1三振。第4球を投げた、打った、栗林ボールを掴んだ、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。ピンチヒッターは宮本。第6球を投げた、打ちました、ショート真正面、アウト。さあいよいよあと一人、代打は西田。スワローズ続けざまに代打を起用してきます。第4球を投げた、ストライク、空振り三振、カープ見事勝利です。さて本日のヒーローは久保、本当に今日は大活躍でした。